百州武道具店の動画。店長小話。昨日本当にあった話です。私が店の裏で YouTube の編集作業をしていたら、お店で物音がしました。ごそごそ、はーいって顔を出したら、そこに A さんがいました。 A さんは私の通う道場の小学生の時の教え子です。中学でも剣道部に入っていました。小学生の頃は稽古でも声が小さかったり、叱られるとふてくされたりもしてましたが、稽古だけはいつも参加してました。そんな A さんは今年高校に進学しました。久しぶりやな、どうしたん？いや、また剣道をやろうと思って。ほんまか、すごいね。私の通う高校は剣道部がないんです。でも剣道はずっと続けたいと思ってたんです。最初は高校で剣道仲間が何人かいたので、同好会でも作ろうかと思ったんだけど、とにかく剣道を始めたくって、また道場に通おうかと思ってます。おお、すごいね。館長に言っといてやろうか。しーん、うん、どうしたん？いや、自分で今度の水曜日に道場に挨拶に行って自分の口から伝えます。そうかそうか、立派になったもんだ。この時点で店長こっそり嬉し泣き。自分が卒業した後の後輩たちの様子を聞きながら、 A さんは三八女子の品を2本買って帰りました。そして明日がその水曜日、私は A さんが本当に稽古に来るのをとても楽しみにしています。こんにちは、百州ブログ店の上です。やちますか。そうなんです、休んでた剣道をまた始めるっていうのはちょっとだけ勇気が必要なんです。大人になるとやることが増えます。仕事も家庭もどっちも毎日大変。特に30代とか40代っていうのはめちゃくちゃ忙しくて、剣道なんてなかなか目が向かないと思います。今日はそんなあなた、昔は剣道やってたけど今やってないよっていう人にメッセージです。なんだかんだ言って本当は剣道気になってるんじゃないですか。やってみたいと思ってるんじゃないですか。ちょっといじっぱりになってるんじゃないですか。僕も13年間ブランクがあったんで本当に気持ちわかります。いざ再開しようとしても変なプライドが出てきて、いや剣道なんて昔そんな好きじゃなかったしとか、いや剣道3段ぐらいのやつだったら未だに俺の方が強いしとか、俺はわざと剣道再開しないだけだし、剣道なんて見てる方がいいしなんて言い訳しちゃうんですよ。今日はそんなあなたに言いたい、そんなくだらないプライドはもう捨ててしまいましょう。本当は剣道がやりたくて体がうずいてるんじゃないですか。 YouTube で剣道の試合見て、うおーかっこいいって震えてんじゃないですか。あれだけ辛かった稽古のこと忘れて、また今市内握ってみたいんじゃないですか。本当はやったらできるんだよっていうところをお子さんに見せたいんじゃないですか。素直になれない自分がいませんか。よかったら近くの道場覗いてください。見るだけでもいいじゃないですか。うちはちょっとなんていう道場絶対ないですから安心してください。みんなどうぞどうぞ、ウェルカムウェルカムだから。それが剣道の世界、みんなブランクあるから全く大丈夫。あなたもまた A さんのように剣道の世界に戻ってこれますように。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。